ウィーバー。名物会女性2人目誕生しました。どうも、現代忍者タグです。忍者ホワイトベアの白丸です。ニンニンピョンピョンということで、今日はウェーブ使い女性2人目誕生しました。2人目いるんですか。はい、なんとしかも半年でウェーブ使いになりました。半年ってことは1年後にはマスターである私を超えるんじゃないかと。ありますね、そのような逸材でございます。はい、おどういった存在なんですか。弟子です。弟子、はい、この令和時代に弟子、はい、弟子なんです。弟子制度なんですか。弟子制度です、私は。しかもね、複雑なんだけど、うち弟子っていうのがね、まあ、この白丸もそうだけど、まあ、白丸も弟子なんですね。うち弟子なんですね。そうです。白丸 の内臓部分本体であるね、龍神っていうのが弟子ですね。だからうち弟子っていうのはもうファミリーだよね、はい、家族と同様だから、はい、師匠の身の回りのね世話とか、はい、そういうのもするのはうち弟子だよね、はい、でなぜそんなことするかというと、人に気を使うっていうやり方を教える。人に気を使えないやつは強くなれないっていうことを教えるためでもあって、先を読む、そうそう、先を読む仕事だね、はいはい、で外弟子っていうのはよその事務所にいて、はい、技を習いたいって来たのが外弟子ですね。なるほどなるほど。でそれも外弟子は逆に厳しい、はい、あのダメだったらもうどれだけ美人だろうが可愛がろうが売れてるが、はい、パッパッパッいらない、うん、いらないいらないってやるから、うんうん、ちなみにウェーブ使いっていつからウェーブ使いだっていうのは級があるわけよ。はい、ウェーブっていうのは10級から始まるの、はい、まずウェーブの10級になるのが難しいの、はい、肩甲骨をまず動かせるようにならないと10級にもならない。ああ、なるほどね、うん、要は無級から10級に上がるのがすごい難しいの、はい、でもっと難しいのが1級から初段からウェーブ使いだから、その初段に上がるまでが難しい。じゃあこれから来るその外弟子さんは初段だね。初段だ、うん、それではお呼びしましょう。はい、吉本美優さんです。おどうもこんにちは。はじめまして。ウェーブ使い、ちょっとあれですね、あの意外な方でちょっとびっくりしましたね。何が意外だった。いいですか。はい、2012年の国民的美少女グランプリ受賞したあの吉本美優さんですよ。はあ、確かに、はい、よく見たらすごい美少女だ、ね、美少女だわ確かになあ、白丸心こもってない。いやいや、こもってるよ、すごく。っていうことはあれです、オスカープロモーション大丈夫、こんなタクチャンネルに出て。大丈夫です、もちろん。最近直近であの賞も取ったんですよ。そうだ、東湖の世界っていう映画で、うん、フランスのニースでね、映画祭で出て主演女優。マジで、言ってよ、お祝いするのに。はい、言わっちゃうよ、こう、だから日本の宝なんですよ。すごいじゃん。そうですよ、の方がウェーブ使いでタクチャンネル、いやいや、これはオスカーさんも大丈夫って感じですけど、まあオスカーだけにオスカーっていう気持ちでね、タクチャンネルに出てくれたってことですね。ミホさん、どんな気持ちなの。ちょっと振らないでもらいたかった今。あ、じゃあ今日早速そのウェーブ使いのミホさんの得意な技を公開してください。はい、ウェーブといえば、はい、肩甲骨を使った引っ張りですよね。あ、はい、まず引っ張り、肩甲骨のこの動きですね。本当ですか。ちょっと、もうちょっと我慢してみて、我慢してみて、耐えてみて、耐えてる、耐えてる、今本当に、本当本当か、お前本当、本当、本当です。本当ちょっと来てよ、本当ちょっと来てよ。ファンタジーに俺は厳しいから、俺は耐えちゃうよ、こんなの成立しないよ、動かないから。本当は特別この2つ、おいおい、ノンファンタジーでした、うん。ちょっと今クラクラってきてるでしょ、脳が揺れてますね、うん、そう、こんなの足田とか受けてんの、ミキとか足田。そうですよ。大丈夫、それを逃がすためにちょっとオーバーにしちゃったりとか。これが吉本美優さんができる。できます。本当っすか、はい、だからまあ女性なんで両手使っていい。もちろん、うん、今日は今後そういう握手会とかあるでしょ、うん、変なファンが現れた時にそれ覚えておくといいですね。そうだね、2つで揺らして9、そうそうそう、どうです、どんな感じです。引っ張られてます。あ、そうだね。ミュウさん、これなんかコツ掴んだ時、今掴んだとかありました。相手に波が伝わってるのが分かった。うん、あ、これか、これかと、うん、すごい。
これがまだ半年経ってない。こんだけだ。じゃあ今後あれじゃないですか、握手で来てね、変な人が現れた時は倒せますよね。そうそうそう、ね、ね、握手してくださいって言われて、こう握手してくださいって言われて話さなかったりしたらね、ね、話さない、話さない、話しもらっていいですか、うん、話さない、あ、いた、しっかり出すように抜いてます。今はね、ウェーブを着たのを肩甲骨で抜いたの、はい、めっちゃ抜かれて、何もゲストを生かしてねえじゃん。申し訳ございませんでした。自分自分が濃すぎるわ。じゃあ、スバルにやってもらいます、ね、はい、はい、すいません、いや、もうちょっと、もうちょっと、あ、これはいいです、これはいいです、これです。坂口拓から教わることってほとんど使えないですけど、これ使います。はい、けどそのうち、そのウェーブができるようになると、俺が得意な握手で首の骨を折るとか。いや、使えるか。まず、肩甲骨の余計ってあるんだけど、それは肩を殴ってきてもらうと、ウェーブで肩甲骨すかすんだね。すかす、すかす、抜く、抜く、ワン、ツー、ワン、ツー、はい、あ、でも遅い、あ、遅すぎる、遅すぎる、遅すぎるって感じね。ちょっと待ってください、これが吉本美宇さんできるんですか。はい、本当っすか。はい、バツ、おお、はいはいはい、すごいね、できるでしょ。これはめちゃくちゃ、じゃあアクションに消化したらリアルじゃないですか。リアル、こんなんできる女優さんって見たことないでしょ、うん、いいよ、ベーブで残像残して受ける。これはまああんまりやらないわ、残像、うん、スウェーで受けると残像が残らない。こっちがもう仕留めたと思っちゃってんだよね、この残像ついてるわけだ、うん、そしたらここにいるってことだ。だからウェーブ避けっていうんですね。そういうことです。相手に残像を残すっていうことと、次の攻撃をしやすくする、うん、そうそう、まあ、残像を残す、残す、おお、ね、確かに今後ろで撮ってたら残像でこうなんか次の攻撃がなんか当たらないなっていうぐらいの気持ちになるよね。そうだし、こっちは打ったつもりなんですよ、はいはい、完全に残ってるんで、はいはい、だそれで余裕かまして油断した瞬間にゴーンって、なるほど、怒られるのが怖いところです、ね、これいつ頃からできるようになったんですか。いつぐらいですか。それ聞いた、急にある時からググッとできるようになったのか、徐々にできるようになったのか。徐々にできると思ったんですけど、はい、一瞬成長が止まって、うん、したらまた最近、やっぱ何に時間かかるかって、肩甲骨に対して意識がいくっていうのに時間かかるの。ひたすら動かしてると肩甲骨を自由に動かせるようになるのね、うん、ああすごいですね、分かりやすいですね、はい、うん、で、8の字変えて、ああそうやって、そうそう、ありがとうございますね。なかなか肩甲骨なんて意識通りに動かせないじゃないですか、うん、それが神経がいくようになってからググッと技の体得が速くなったってことなんですね。そういうことなんだよね。ああ今日はそのウェーブを使っていつも練習やってる、うんうん、アクションスパーリングってよくやってて、手を決めずに、はい、けど相手を怪我をさせないっていうギリギリのルールの中で戦うっていうのやってて、はいはい、あ、ミュウさんが男性陣とスパーリングする、そういうことです。そんなの毎回やってるの。やってます。じゃあ普通の人より強いってこと。もちろん当たりましょう。いや、話しないでよ。これはちょっとファンタジー取締委員としては厳しいですよ、この辺は、はいはいはい、じゃあどうやったら証明できるの。ウェーブパンチ、じゃあ大谷に食らわせるか。いや、効かないよ、そんな。じゃあちょっとウェーブパンチのを今分かりました。ちゃんとこうまっすぐですね。まっすぐ、まず軽くから、軽くポーンポーン、1、2、3、あ、太田さん、これどうしたんです。いや、ちょっと音変わってきたね。やばいっすよ、確かに、来てますよ、うん、ちゃんと、うんうんうん、おー、もうあれだ、いや、これです、本当に来た、ノーファンタジー、ノーファンタジー、ノーファンタジー、嘘をつくなよ、手首だけ気をつけてください、俺の思い出と思い出、邪魔するだ、気をつけない、
させるんだよ。全然大丈夫。ドンドン。おお。待って、ちょっといいですか。ノーファンタジーです。ていうか、こんな強さいる、あ、効くね。これのすごいところはさ、たったこれだけでもうウェブアンチを今収録してやってまいる。私、手震えてますよ。はい。すごいね、これマジで。いや、効いたわ。タクチャンネル。格闘技って、実はステパンチってあって、こう軽く打つ。軽く打って、で、たまに強いドーンって打ったりするわけ。はいはい、格闘技はね、うん、だからずっと疲れるじゃん、はい、けどアクションって、こうすると嘘っぽく見える。確かに撮ってて、なのでアクションの時も、うん、アクションの時もちゃんと伸ばして。じゃあ、うん、アクションの時は、うん、ステジャブはいらないと。いらない。蹴りもね、蹴りもちゃんと蹴ってやる。僕前半でね、うん、本当に強いのって言ったけど、うん、間違ってました。そうでしょ、はい、うん、強かったです。その強さがあって、それが表現できる。なるほど。つまり弱いやつがいくら映画で強く表現されてても、それもまた嘘なんだよ、ね。そうですね、強そうに見えなければ意味ないもんね。そうそう、意味ないじゃん、うん、蹴りをさ、例えば蹴ってくるじゃん。だこう女優さんこうやって受けたりするよね、はい、けど本当に男の人がさ、こう蹴ってきてこうバーンって受けれる手で、ちょっとファンタジーだね、信じられないね。でもミーヤとかでこう蹴ってきてちゃんとステップワークして上で横に行ってるわけ。そう、威力を逃がしてるわけね。そうそうそう、そしたら片手でも受けれるじゃん、はい、リアルアクションとで。そういうこと、全面に対してリアル、うん、けど一番は本人をリアルに強くしていく、うん、俺のなんかリアリズムをさ受け継いでくれるってもの珍しい変人だよ。確かに。そう、じゃあこっから例えばその実技スパーリングやっても、うん、説得力増しますよ。ありますね、はい、じゃあそのスパーリング用意する。はい、もうすんなり。わかりました、信じます。じゃあ、はい、行ってみよう。そんなことやってんだ、いつも。そうだ、いつもこれ。これを週2回やってんの。そう、ガチじゃん。そうそう、リアルアクション道とは何か、リスペクトする思いやるでしょ。でも、スバルあれガチで聞いてましたよ、今。聞いてた最後。そう、あれはちょっとアクションとかずれて、あれは、まあ、ちょっとね、たまにはプレゼントする、うんうんね、いや、でも確かに、うん、こんな女優さん見たことないですよ、うん、多分びっくりしたんじゃないですか、うん、視聴者も。だからたまにはね、こういうフレッシュなさ、確かに、うん、若いね、しかも女の子の弟子なんてやっぱいいじゃん、うん、絵もね、かっこいいっすな、ね。じゃあ今度あれですね、星見さんとまたやってもらいたいですよね。あー、星見さん ね、 ね、そうだね、浅井一族の長女と今度戦ってほしい、うん、そうだね、戦えるんじゃないですか、うんうん、これ代理戦争ですよ。代理戦争やろうか、ね、うん、勃発だね。ね、皆さんどうでした今日。楽しかったです。ほんとっすか。いや、緊張しました。これからもどんどん学んでいってください。はい、はい、ありがとうございます。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。その動画がいいねと思った人は、うん、ベルマークを押してください。え、高評価ボタン、高評価ボタンとベルマークを教えて、押してください。チャンネル登録よろしく。俺と戦うために育ててきたい、見たことがないような次の
ダンスじゃない振り付けじゃなくてリアリズムのリアルアクションっていうのが発動し始める、受け継いでくれる、今は最も近いって言っても過言じゃないじゃん。ウィーバー。